察としては少し失礼だよね。ここは一つ教えてやろう。光竜の礼節を。大使がここにいるのは確かですが、返事は聞こえませんね。その昔、残像の潮が湧き、上昇山周辺も危機に追いやられた。残像から逃げるため、赤ん坊を連れ防屋に隠れる母親がいた。しかし残像が追いつき、身を挺して子を守った母親は命を落とす。そして子も大きな鳴き声を上げ後を追うように息を引き取った。だが奇妙なことに、この意志は共鳴を乗せ遥か遠くの祭主へと届く。祭主はその声を頼りに赴き、神力を振るい蛇を払った。しかし、すでに遅かった。その夜、上昇山に流銀が轟き、山頂が黒雲に覆われた。そこには、雷電を携え、獅子鷹を連れ帰る祭主の姿。瞬く間に霧が晴れ、流星が天より落ちた。祭主は上昇山にある時間の流れの力を借り、7日7晩を経てこう蘇らせた。その後、その蘇った子こそが祭祀の共鳴者であり、いずれ今州霊院となるものと言われた。死は一度死んだ身、あなたに救われたから今週の今をこの目で見届けてきました。
その思いはあなただけのものではない。今週は世の生まれ育った故郷、それが危機に瀕した時、世にできるのはこの命に変えても大事な全てを守り抜くこと。命を無意にする、その決断の重みを理解しているのか。あなたの考えはごもっともです。それでも世があなたの予言にのっとり、自ら戦いを挑んで二次共鳴を、時間の流れを正す大役を果たそうとしたら、あなたは答えてくれますか。我の秘宝を引き継ぐ、その自信はどこにある。汝は我の共鳴者ではあるが、我の力には遠く及ばない。戦いとなり無事で済む可能性など微塵もない。いいえ、可能性ならあります。魂が消えようと、永劫の深紅に囚われようと、たやすく死ぬつもりはありません。能力の引き継ぎは一瞬で行われる。ならば世の息がある限り、あなたの予言にない未来をつかみ取り、あなたと今週を守ることができるはずです。この世であなたと剣を交える役はあなたの共鳴者以外に務まりません。ようこそがあなたが今週という番に打った最後の一手です。我と戦い、凡夫のその身を捧げようというのか。覚悟はできています。いいだろう、婚礼よ、婚し上昇山の頂へと向かえ。その力を勝利をつかみ取ってみせよう。御者よ、こたびはいかなる選択をなすのか。潮の行き先は分からずとも、この一戦どうか見届けてくれ。祭りごとをなすのは徳を重んじるもの、覚えましたか。はい、祭りごとも他と同じです。民のためになるものこそ徳となります。霊院の任につく者には名が与えられる。これからは本師と名乗るがいい。この世は汝の目にどう映る。暗くて明るい、この場所と同じです。でも目に入る全てが黒くても、ろうそくは光を放っている。火を灯すはたやすいことではない。はい、だからこそこの暗闇の中で一層明るく見えるのだと思います。Thank you.
これでいいか。また来てくれ。私のところに来な。どうですか？全部可愛いですよね。我が御社よ、その権限を持って時の秘宝を今世に渡すことを許可してほしい。交流のため、俺は身を捧げるか。残りのもあげたからね。その選択、確かに心得た。輝かしい未来であるそして今日、汝が婚礼宴にふさわしい器であること、確かに見させてもらった。約束通り、今週の未来を汝に。